おはようございます、こんにちは、こんばんは、おぎんです。マブです。なんでそんなテンション低いの何今日のテンションはい、というわけで今日は岐阜市の梅林公園にやってきました。もう3月やもんね。ねえ、梅が満開ですね。梅満開で今梅祭り真っ最中ということなので梅を見ていきたいと思います。なんか梅を見ていきたいと思います、おかしくね。いいんじゃない、梅見に来たんだもんあ、そうか。じゃあとりあえず行ってきます。梅林公園は梅の名所として知られる公園で、約50種類1300本の梅の木が植えられている。また公園内には蒸気機関車 D51、 通称デコイチが展示されており、現在も市民の手によって大切に保存がされている。梅林にやってきたよ。やってきたよ。かわいいねこれね。かわいいね。人がすごいやっぱ多いね。多いね。今こう手持ちで反対向きにカメラを持ってるので、こうすれ違う時にこう通行人がディスプレイ確認してくれる横目でね、横目でね、チラッ、そうね、横目でチラッチラッと見てくる。自撮りしながら、自撮りって自撮りしながら余裕じゃし、ディスプレイ確認よろしくみんなって感じいい匂いするよ。公園があって、こう出店も今の時期は出てますね。この梅まつり、梅まつりなので。おー、デコイチ。おー、でかっ。すごいね。かっこいいね。かっけ。早速乗り込んでいきます。乗り込みましょう。お上がりください。あ、混んでるね。お疲れ様でした。ありがとうございます。お邪魔します。すごい、ここにここで座るのね。すごい。ほほほあれ、あれバネありますよね。バネ上の。あ、はいはい。あれで引いてもらうとなります。お、今はならんけど。今はならんけど。いつなるの。それは梅祭りとか、うん、第二土曜にあれを。今日梅祭りじゃないの。うん、違います。今日梅祭りじゃないの。 あ、そうだね。今日引いたら怒られる。はい、はい、僕やり方分かってますけどうんうん、うるさいからね。やると怒られる。ポッポー鳴らすと怒られるらしいですすごい、いい子やな、うん、ああいう子が日本の未来を担っていくんやな小学校5年生の機長がいました。爆発事故だなんか爆発事故起きたな今気持ち悪いわはい、というわけで、今回は梅林公園をご紹介しました。すごいね、でも SL もあって梅も咲いて、なかなか面白い公園。ねえ、いいね。私は初めて来た。一人で3回ぐらい来た人と来たの初めて。人と来たのは初めて。そうね、今日は一人じゃないよどっちにしろ気持ち悪いよはい、というわけで、では皆さんもぜひ、梅林公園に遊びに来てみてください。ちなみにあの SL の汽笛はあの第二土曜日しかできないらしいから気をつけてくださいあの機長さん言ってたから。はい、というわけでお疲れ様です。またバイバーイ。Gifu